こんにちは、塩の群れ教会の吉川直美です。今日は21日火曜日、列王記第2、21章1節から9節まで、どんな理由を挙げても罪は罪ですというところを皆さんと学んでまいりましょう。列王記第2、21章1節から9節。マナセは12歳で王となり、エルサレムで55年間王であった。彼の母の名はヘフティバハといった。彼は主がイスラエル人の前から追い払われた異邦の民の忌み嫌うべき習わしを真似て、主の目の前に悪を行った。彼は父ヒゼキヤが打ち壊した高きところを築き直し、バールのために祭壇を建て、イスラエルの王アハブがしたようにアシェラ像を作り、天の晩鐘を拝み、これに仕えた。彼は主がかつてエルサレムに私の名を置くと言われた主の宮に祭壇を築いたのである。こうして彼は主の宮の二つの庭に天の晩鐘のために祭壇を築いた。また自分の子供に火の中をくぐらせ、牧戦をし、まじないをし、霊媒や口寄せをして、主の目の前に悪を行い、主の怒りを引き起こした。さらに彼は自分が作ったアシェラの彫像を宮に安置した。主はかつてこの宮について、ダビデとその子ソロモンに言われた。私はこの宮に、そして私がイスラエルの全部族の中から選んだエルサレムに、私の名をとこしえに置く。もし彼らが私の命じたすべてのこと、私のしもべモーセが彼らに命じたすべての律法を守り行いさえするなら、私はもう二度と彼らの先祖に与えた地からイスラエルの足を迷い出させない。しかし彼らはこれに聞き従わず、マナセは彼らを迷わせて、主がイスラエル人の前で根絶やしにされた異邦人よりもさらに悪いことを行わせた。マナセはヒゼキヤがその命を延ばされた15年の間に生まれた子供です。本来は神様からのその祝福の子供であったはずですけれども、いやそうではなくて、寿命がいっそ延ばされない方が良かったと思わされるほどのことが聖書には記されています。マナセはお父さんであるヒゼキヤが行った宗教改革すべてを台無しにしました。これまでこの地で行われていたあらゆる忌まわしい習わしを行い始めたんですね。そして主がかつて私の名を置くと言われたその神殿の中に異教の祭壇を築いてしまいます。またその主の神殿の二つの庭に天の晩鐘のための祭壇まで築きます。イスラエルのアハブが導入したバール、アシェラ崇拝、そして太陽、月、星なども拝み、なんと主の宮の中で主の晩鐘を拝む、そのようなことが行われてしまったんです。それだけではありません。自分の子供に火の中をくぐらせるということも儀式として行われました。これは彼のおじいさんであるアハウツも行っていました。エレミはこのことについて語っています。
エレミアを通して主がこのことを厳しく戒めておられるんですね。それは自分の息子娘を火で焼くためにベンヒノムの谷にあるトフェテンに高きところを築いた。でもそれは私が命じたことではない。私はそのようなことを思いつきもしなかったというふうに神様は非常に怒り嘆いておられるんです。そしてこの儀式は単に子供を火の中をくぐらせるだけではなくて、火で焼いて犠牲で捧げる儀式でありました。つまり人見悟空として自分の子供の命を捧げるんですね。なんというひどい忌まわしいことでしょうか。実際に考古学の発見において幼い子供たちの遺骨が出ているので、現実に行われていたということが明らかになっています。モーセはその律法申命記の中で自分の子に火の中をくぐらせるというようなこと、あるいは占いやまじないというものを厳しく禁じています。預言者もまじないや占い、そうしたものに対して厳しい警告を何度も繰り返しています。主はこの二度とエルサレムから自分離れない、神の宮から離れない、そしてあなたたちを敵から守り抜くという約束をしてくださっていましたけれども、それはあくまでこの律法、主が決められた約束を守っての上のことであります。マナセはそのモーセの律法、神様の命令を破っただけではなくて、自分自身が破って行っただけではなくて、それを民にも強制したんですね。ですから本当に罪が重いのです。主なる神様を礼拝するためにやってきた、神殿にやってきたユダヤ人たちに、天の万象のために祭壇で生贄を捧げるように強制する、またアシラ像の前にひざまずかせて礼拝させる、そのようなことを行っていたんです。なぜ彼はそれほどの偶像礼拝をしたのでしょうか。アッシリアからそのように礼拝するようにと強要されたというふうには記されていないんですね。自らそのアッシリアに屈服する形でアッシリアにおもねって、こうアッシリアから攻撃を受けないように取り入ろうとしたのではないでしょうか。マナセの治世は55年間続いています。北南含めて最も長い治世なんですね。そのことが、彼がアッシリアという大国の忠実な協力者となっていたこと、おもねっていたことの表れではないでしょうか。年代記のなどの資料を見てもマナセの名前はアッシリアの協力者としてたびたび出てきているそうです。このことが功を奏して、マナセの時代にはユダは、それまでヒゼキヤの時代に攻撃されて奪われていたそのような領土を回復していたと思われます。マナセは政治的な意味では、そういう意味では能力があったかもしれない。そうやって自分の力によって平和を維持することができたんです。でもこれは主の平和ではない、偽りの平和、偽りの繁栄にしか過ぎなかったんですね。ですからこそ宗教的な大敗、この偶像礼拝のその罪の結果というものは取り返しのつかない滅亡をもたらしていくわけです。約100年後にユダ王国は捕囚されるという、そのような破局を迎えるわけですけれども、その原因はこのマナセの悪行にあるということが記されているんです。マナセがアッシリアの臣下として治めた時代は信仰的には本当に暗黒の時代でありました。
そしてこの信仰の堕落というものは、その信仰の上だけでなくて実際の誠実の中にも、その民を国を治める中にも現れています。さっきの16節には、マナセはユダに罪を犯させ、主の目の前に悪を行わせ、罪を犯したばかりでなく罪のないものの血まで多量に流し、それがエルサレムの隅々に満ちるほどであったとあります。それが正しいものを、まあ、殺め、あるいは主を信じる者、従う者を迫害し、イザヤを、まあ、打ち滅ぼしたような、そのような罪を犯す。それがこの時代の本当に暗黒の姿でありました。マナセは民を惑わせて、ユダにまで罪を犯させた最悪の王としてここに描かれています。主がイスラエルの民の前で根絶やしにされたそのような異邦人たちよりもさらに悪いことを民に行わせました。さらに本当にこのマナセの、まあ、罪の部分というのは、その中身もさることながら、それが本当にこう主の命令に背くものであるということ、律法というものの存在を知っていながらそれに従わなかった、そのことが深刻であります。アッシリアとエジプトという強国に取り巻かれて、その中で生き延びる、まあ、術であったかもしれませんけれども、その妥協が霊的な命取りとなったのです。私たちも周囲との関係の中で、社会とか職場とか、そういう中で主以外のものを拝むように仕向けられることがあります。強制されているわけでもないのに、自分から進んで自分の身を守るためであったり利益のために喜んでそれを進んで受け入れてしまうことが起こってくることを、私たちは気をつけなければいけないと思うんです。目に見えるものが手に入れて、この地上での安全を手に入れることができたとしても、永遠に朽ちることのない神様との関係、霊の命を見失ってしまってはならないと思うのです。お祈りいたします。愛する主なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。あなたが与えてくださっている霊の命、私たちが決して見失うことのないようにどうぞお守りください。私たちの周りにはあなたを拝むのではなくて他のものを拝むように、それは偶像だけでなくお金であったり権力であったり名誉であったり、そういうものを拝むようにと求めるものがあります。でもどうぞ主よ、あなただけを見つめることができますように、私たちをお守りくださいますようにお願いをいたします。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。